会を自由な社会に変える、うんはいうん、だからその彼女はあの破壊する、うん、ジャンヌ・ダルクみたいなもので、あのそれで今 の, その管理社会に対する、はい、もっとその嫌味がこう出てるといいと思いますよ、はい、まあね、あのジョンっていうのは本当に優しい人でしたね、はい、やはりあれだけ、金に困らなくなると優しくなるでも金に困らない人でも優しくない人っていっぱいいますからね、うん、だから僕は本当にあの人はもともと子供の頃から優しかったんだろうと思いますけどね。どういう時にそれを感じましたか。だから例えばその新橋のルーブルっていうね、うん、安い店に行ってこうギター弾く若い者がいて、うん、でジョンが、うん、僕のような頭してますよね。割と短いカウンターカウンターの前にジョンが座ってカウンターの中にギターを持った若い男がいて、初めはずっと気がつかないで汽笛新橋で一斉が、うん、あの新橋を習ってそういう歌を歌って進撃で売れないあの女優さんたちが自分が僕にカウンターにやって歌うん で,、はい、で中曽根さんなんかよく来てましたね、うん、だから日曜岩の海風のさんだとか集めたかいでしばらくしてドンって気がついた。そうしたら声を上げて泣くわけですよね。僕はだからイマジン弾けって言ったらイマジンもいいだろジョンが歌ってるじゃん。そういうとこ優しいですよね。ジョンにやっぱり女性を立てるとか、いやじゃなくて僕とジョンがいろんなことを話すけどヨークは黙ってましたね。でヨークは誤解されてるけどあれ名士の女なんです。男を立てるの、うん、せっちゃんもそうですけどね。だからあの用語の話し方ってのは小さな声でね、ボソボソボソっと話す。だから僕から口を出してそんなバカバカしいことなんて常に言わないですよね。僕はこれどうせ500年後の軽井沢の話だから、はい、あの東西の融合がなってジョンと陽子のおかげで、うん、それで世界が平和になって、うん、でそれで軽井沢が世界連邦の始祖になってる、うんうん、というような高等向けな話だといいんじゃないですか、うん、まあまあそういうある意味で高等向けっていいですね。僕は100年経ってますだから高等向けで中にキラキラしたものが地雷のようにこうで客は思わずその踏んじゃったっていうようなシーンがいくつかあると面白いんですよね。